タイヨチャンネル。タイヨチャンネル。おじょうです。タイケケ。はい、タイヨパパです。タイヨです。パパもいます。はい、ということで今日はね、約3ヶ月ぶりぐらいになると思うんですけど、コストコにね、行ってきました。はい、そちらのちょっと購入商品を紹介していきたいと思います。結論言います、結論。はい、今回購入額、合計、過去最高額です。54,237円です。なんだそりゃと、やばいだろう、この金額。どこで？じゃあ今日は10万。マジしてしまう。で、安い安いみたいな感じでついつい買っちゃって、本当はね、目的は一つだったんだけど、なんか買いに買いすぎて5万超えと。はいはいはい。じゃあまず一発目。まず一つ目、翼くんが選んだグリコポッキー28パック。とかでよくあるポッキーが出るんだ。28袋入ってます。すごいね。わあ、これがね、1,498円。いや、安いのか高いのかそれはもう分かんない。ポッキーで割とあの特売とかになるだよね。あの特用みたいな袋でも298円とか、だからもしかしたら高いかもしれない、うん、次ランちゃんが選んだ。じゃあ次はね、ランちゃんが選んだこちら、よいしょ、食べっ子動物。かわいいかわいいかわいい、これが欲しいって泣いてた。もうそうそうそう、最後の最後にこれで泣いてた。でこれお客さん割れてなかった。この食べっ子動物が1,348円。1,300円も食べる。食べっ子動物1,300円。50袋入ってたね。はい、じゃあちょっと置いといてね。キャラクターソックス 6P。 ランちゃんの靴下です。でもう一個がスターボーズ、こちらが両方とも928円。一組あたりにしたら安い。安い、うん。次、ストレージ、まあ、なんか今ホームセンターとか行っても結構売られてるよね、このタイプ。これがどうしても欲しくて、はい、で、これ何使うの？これは、今お母さんスライムを作るんですけど、スライムの材料をここに入れて、はい、撮影するときにガラガラガラーって。タイムライン、はい、LINE のタイムライン、はい、お友達募集中です、はい、で、こちらが2,780円。安いって、可愛いし、はい、はい、で、それじゃじゃーん、デスクトップスタンド、こちらね、結構使えるんよ、うん、太陽パパと太陽は使ってるんだけど、あと翼の方のモニターの下に置いてなくて、結構下にね、ゲーム機を置いたりだとか、プレイステーションだとか、うん、置けるから、これはね、USB が内蔵されてないタイプ。1,778円、結構これは使える、はい、使ってました。次、それじゃらん出してください。ドーン、これがね、ハンドタオル12パック。急にタオル売り場を出すから。そう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 、急にいなくなってタオル売り場でずっと物色やってた。これはね、ちょっと企画で使おうかなと思って買いました、はい、ちなみに値段の方が1,788円、はい、まあ、高いのか安いのかよくわかんない。次持ってきて、おお、重たいの持ってきた。まあ、重すぎて大丈夫。おーしゃー、ハウスホールドサーフィーサーフィーウィアウェイハウスみたいな。ちょっとこれ何者なのかをちょっと太陽ママが、はい、すごい、これほら、はい、なんか家中掃除ができる、はい、床もいいし、トイレ掃除でもいいし、うん、すごいね、いい匂いするんだって。この黄色いのがレモンの香り、多分安いと思う。1,448円、300円弱か、うんうん、じゃあ翼、次はじゃじゃん、はい、裏だね、はい、ケープ、はい、これもね、行くたびに買ってて、ケープの 2P 増量タイプ、通常の 1.6 倍の量が入っていて、1,080円、多分安い、すぐなくなっちゃうから、2人が使うでしょ、太陽パパとママが、はい、毎回買うやつ、シーフードミックス、生食用、夏にね、ファーストさんだとか、カエルさんだとか、みんなで集合やった時に食べてからファンなんです、はい、で、こちらは1,980円、はい、はい、これいいんだよね、イカとかエビとかホタテとか、大きいし、うん、まあ、結構使える。はい、次出たー、チーズのり巻き、いや、うまいんだよ、これチーズのり巻き、チーズおかき1,498円、これうまいんだよ、太陽パパも大好き。次行きましょうか、リフテリン、じゃじゃーん、トータルケアプラス、太陽系のおじいちゃんが使ってるんで、こちらもね、すぐなくなっちゃう。で、リステリンが2,378円、これ安い。じゃ次出してください、翼、それね、代わりに飲んだやつだね。はい、じゃ出してください、2人とも、はい、
じゃじゃーん、かわいいでしょ。ランちゃんと翼が選んだなんか大きめのクマちゃん、これ意外と安かったな。こちらが1つ1180円。そうそう、ウサギとかも他にいたんだけどね。はい、そこのソファーに置いてあげて。ちょっとわけづかみ。はい、次気をつけてよ。それよいしょ、今回初めて買いました、チョッピーのスープ。なんじゃそれ。チョッピーのスープが1498円で、魚介スープ、なんかカレーのルー入れたらシーフードカレーになるし、そう、万能、そう、万能なんちゃらみたいな感じかな、うん、なんか初めてのって楽しみだ。楽しみ、うん、じゃあ次それのファンになったやつだね。はい、ポキ、ハワイアンサーモンポキが1712円。次が、はい、これも毎回買います。そう、タイは大好きだし、みんなよく食べるビーフガーリックライスで、こちらが2226円。じゃじゃん、これ新しいヤンニョム豚バラ焼肉。ヤンニョムチキンって今流行ってるんだよ。そうだね、今日ちなみに少しだけ食べて、はい、食べたいと思います。で、2164円、はい、一気には無理だね、その量。無理無理無理。あとはヒカキン。買ってないよ。ブロッコリー、はい、買いました。キレートブロッコリー2.27キロ。やばいよね、この量。この量で899円。安いよ。ひとつ2.9%とかするもん、高いとかね。はい、来ました、太陽系全員大好きベベサーラーメンの40個入り、ね、お分けになってるから。そう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 、948円。安い。はい、で、ラスト、どうぞ。コストコで聞いたの。はい、太陽目つぶって、これ、ごめん、ここ来る、ここ来る、じゃあ太陽いいよ。あっダーン、来たー、買っちゃった。これね、ちょっとまた別で動画ね、大きさだとかちょっといろいろ見ていきたいんで。巨大なチョコエッグ、動画で見るよりガチで見ると本当にでかいから。めっちゃレジの人にね、買ってくれるんですねみたいな、これ絶対動画撮ってくださいみたいな感じ、ああ実はうち動画やってるんですよみたいな、からいいみたいな、そういう会話やって、なんかテンション高く会計を終えたっていう。多分皆さんもご存知だと思うんですけど、こちらのチョコね、22,998円です。やばい、これ2万だよ。ということで、ちょっとね、今回はちょっと買いすぎた感があるんだけど、いやでもいい、まあ、いやまあまあまあ、年に3回か4回ぐらいしか行かないから、まあまあそれ考えればいい買い物じゃないかなと思います、はい、ということで終わったら行きたいと思います、はい、なんか参考になればね、皆さんも買ってみてください。はい、バイバイ、バイバイ。